ぐわかる完成動画。三角形の面積の公式は底辺×高さ割る2。底辺×高さってことはまずこの長方形をイメージすればいいのかな。ほう。それでこことここの長方形に分けて考えるとこの三角形同士は底辺と高さが同じだから同じ大きさ。こっちの三角形同士も底辺と高さが同じだから同じ大きさ。だから長方形を割るにすればこの三角形の面積になる。いい感じじゃ。ではこの三角形はどうじゃ。まず長方形を作って補助線を引いて、あれ？なんか変な切れ方になっちゃった。これじゃあ同じ図形は見つけられないな。うん。ではまずこの公式で底辺×高さと言っていることに注目じゃ。底辺×高さって平行四辺形？そうじゃ。三角形は平行四辺形の一部と考えると簡単じゃ。平行四辺形の一部？うむ。まずこの三角形を180度回転してくっつけると平行四辺形っぽくなった。確かめていくぞ。この三角形が180度回転するとき、この辺はこの中心の点を軸に180度回転するだけなので、2つの三角形の辺はぴったりとくっつく。そして左右の辺も180度回転するだけなので平行になる。上下の辺も180度回転するだけなので平行じゃな。つまり向かい合う2組の辺が平行なのじゃ。だから平行四辺形なんだね。うむ。この平行四辺形は元の三角形を2個にしたものだから割る2をすればこの三角形の面積になるな。なるほど。三角形の公式は平行四辺形にしてから面積を求めているんだね。チャンネル登録、高評価もよろしくね。